漢字ネタの生みの親、オチでーす。こんなところにゆったん、今日はよろしくお願いします。今日はですね、ゲストでゆったんが来てくれました。ということで、今回の企画を発表します。漢字紹介、優しい。今回ですね、ゆったんこと斉藤優里ちゃんからリクエストをいただきました。ありがとう、ゆったん、ありがとう。僕ですね、この間握手会に行ったんですけど、ゆったんと握手したんですよ。で、こんな会話をしました。ゆったん、僕漢字系 YouTuber なんだけど、なんか漢字のリクエストあるって言ったんですよ。そしたらゆったんが、何にしようかな、じゃあ優しいって感じで、優しいっていう漢字をリクエストしてくれたんですよ。だから今回はゆったんのリクエストにお答えしたいと思います。ではまずこちらをご覧ください。はい、こちらちょっとバランスが悪いけど、優しいという感じ、斉藤優里の優。はい、これで斉藤優里だね。ね、ゆったん、今回は斉藤優里の優という感じ、優しいという感じを紹介してきたと思うんですけれども、この優しいという感じ、そもそもどうやって成り立ったんだろうね。ね、ゆったん、不思議だね。ちょっと考えてみようか。じゃあこの優しいという漢字って、そもそも、まあ、どんな熟語があるかって言ったら、こういう熟語があるよね、ゆったん。はい、皆さんも聞いたことあると思います。俳優というね、熟語。俳優の今回は優をね、紹介していこうと思います。じゃあまずこの優の漢字ね、この右側をねまず見ていくんですけれども、この優ってどういう成り立ちを表すかっていうと、こういうこと。はい、これちょっと見えにくいかな。親しい人が亡くなって憂い悲しむ姿。亡くなってしまいましたが、悲しい悲しいというね、この姿を表したのがこのね、優というね感じなんです。で、それにこの異人弁が加わりました。何を表しているかというと、これですね、これが加わったことによって、はい、こちらです。その人の姿を真似して劇を演じる人。だから要するに、この憂い悲しむ人を人の姿を真似したんですよね。まあ要するに悲劇を演じる人を言います。それでこの優というね漢字が成り立ちました。じゃあその次、じゃあどうしてこれ、ね、悲劇を演じる人、優という漢字に優しいという読みが加わったのか、それを今回考えていくよ。今回のテーマでもあります、優しいという漢字。じゃあ考えていきましょうね、ゆったん、悲劇を演じる人ってそもそも優しいんですか。この悲劇を演じるっていう意味の優という感じに、なんで優しいというね呼びがね加わったんだろうか、それを今回考えていきたいと思うんだけども、ゆったん、なんで優しいという意味がね加わったんだと思う。あー、なるほど。おい、はいはいはい、いや、いいとこ言ってますね。皆さん分かりましたか、優しいという感じが加わった理由。まあ、ヒントを出しますと、悲劇を演じる人ってさ、どんな人かって考えるわけですよ。悲劇を演じる人って何の心を思うことができるでしょうかね、ゆったん、もう分かったよね、分かっちゃったよね。ということで、悲劇を演じる人、その悲劇が起こっている人のどんな心を思うことができるか。いや、もうね、答えが書いてあるようなもんですね。まあ、人ですよ、人。誰の心かって言ったら、もちろんそれは人に決まっています。人の心を思うことができる人思いの人って、要するに優しいじゃないですか。そういうことですよ。人思いの人は優しい。人の心を思うことができるイコール優しいということなんで、優しいというね読みが
クバがあったということです。もう一つ、次は二つ目、悲劇を演じる人ってどんなことができるか。これ実はもう一つあるんだよね。言ったこれはね、何かっていうと、悲劇を演じる人って4文字でさ、動詞で、ひらがなで動詞で表すことができるんだけど、悲劇を演じる人イコールほにゃらら、頭文字言います。な、なんだと思う？ゆったんもなんだと思う？ちょっと聞いてみようかな。ゆったんに聞いてみたいと思います。え、なになに？あー、惜しい、惜しいな。すごいね、ゆったんね、惜しいところ言ってる。成り立つって言ってる。成り立つじゃないんだよね。正解は、な、り、き、なりき、なりきるー、なりきっちゃうー、なりきる、なりきる。ということで、答えは、なりきる。なりきることができる人って、スキルがありますよね。技能があります。ということなんで、こうですよね。なりきる人は、技能がある。つまり、はい、優れている人ですよね。ということなんで、結果的に、悲劇を演じる人っていうのは、この、優れるという意味にも、つながってくるんです。だからこの言うという漢字にはすぐ送りがな出る、すぐれる。あとさっきもう一つ紹介しましたね。最初にやさ、送りがながしいで、優しいというね、読み方もあるんだよね。言った。そして一番最初に音読みとして紹介しましたね。これはね、訓読みです。二つとも音読みは言う、言うと優しい、すぐれる、このような由来があったということなんです。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。ゆったん、どうだった？おお、よかったって、やった、嬉しい、超嬉しい。さすがに照れちゃう、照れちゃう、ちょっと眠くなっちゃった。はい、ですね、オッチの漢字で作戦、チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価コメントも24時間365日受付しております。よろしくお願いします。 Twitter や Instagram もやっておりますので、そちらもどんどんフォローしてください。イエーイ。では以上です。動画を見てくれてありがとうございました。